テートモダンの煙突。頂上のスイスライトは、スイス政府の援助で、マイケル・クレイグ・マーティンと建築家、ヘルツォークドムーロンによりデザインされた。テートモダンは、イギリス・ロンドンのテムズ・カ畔ン、サウス・バンク地区にある国立の近現代美術館、テート・ブリテンなどとともに、国立美術館ネットワーク、テートの一部を成している。入場無料。 ミレニアムブリッジから見たテートモダンテートモダンは以前、バンクサイド発電所だった建物を改造している。元々の発電所は、イギリスの赤い電話ボックスやバターシー発電所の設計で有名なさ、ジャイルズ・ギルバート・スコットの設計によるもので、99メートルの高さの煙突を持ち、1947年と1963年の2度に分けての工事で完成したものである。 テムズ川を挟んで、向かいは金融街シテて呼ぶロンドンで、セントポール大聖堂がそびえ立つなど立派な街並みで、あるが、南側のサウスバンクは、長年ロンドンの裏方的な存在の工場、倉庫街であり、この発電所も、戦災復興の際に、ロンドンの電力不足を解消するために急遽建てられたものだった。発電所は1981年に閉鎖され、 変電所の機能だけが残る他は役目を終えた抜け殻となっていた。建物を保存せよという市民の声はあったが、歴史的建築物リストへの掲載は拒否され、1993年の段階では、機械搬出のために建物の一部取り壊しが始まるなど、保存の見通しは絶望的な状態であった。一方、テムズ川上流のミルバンク地区にあるテートギャラリーは、 イギリス美術及び世界の近代、現代美術の美術館として運用されていたが、展示、収蔵スペースの不足に悩まされたため、1980年代にスペース拡充と役割分担のため、近現代美術館の機能を新しい建物に移す計画が立てられた。十分に大きい展示面積を持つ建物の新築費用をどう調達するかと、 それだけの建物を建てられる土地が、ロンドンの交通支弁な場所に残っているか否かが最大の問題であったが、理事会は、市地の対岸の荒廃した地区にある発電所建物に目をつけ、1994年春、これを改造して再利用することが発表された。同年夏に、安藤忠夫などが参加した建築設計協議の結果、1995年1月に、 スイスの新鋭建築家コンビ、ヘルツォークドムーロンの案が勝利したことが発表された。発電機のあった巨大なタービンホールを大エントランスホールにして屋上に最高窓やレストランなどのあるガラス張りのフロアを設けるなどの工事が行われ、2000年の5月12日、ミレニアムを祝う新施設の一つとしてオープンして以来、地元の人々や 観光客に非常に人気のあるスポットとなっている。発電所建物を再利用した本館は、後日の新館、スイッチハウス開館後に、ボイラーハウスという名をつけられることになった。ボイラーハウスは7階建てで、メインエントランスやタービンホールやミュージアムショップは0階に、テムズ川からの入り口やカフェなどは1階に、展示室は2階、3階、4階に位置する。 最上階の6階は、テムズ川を望むレストランになっている。階の数え方は2012年の拡張時に1から7階から0から6階に変更された。常設展示は2階、3階、4階で行われる。開館当初は2階と4階が、常設展示室で4つのブロックに、風景、生物、人体、歴史という4つのテーマが振り分けられていた。時代順ではなく、 テーマごとの展示が選ばれたのは、異なった時代における共通する表現を見出すという意図や、忙しい観客がどれか一つのブロックしか見ることが、できなくても20世紀の美術運動や有名作家を一通り見ることができるようにするという配慮があった。しかし2006年より常設展示の方法が大きく変わり、3階の企画展示室の一部が常設展示室となり、5つのブロックがそれぞれ、 いくつかの美術運動に焦点を当てたいつのテーマへと再構成された。3階には、テートモダンのコレクションの中でも知られたものの一つである、マークロスコのシーグラム壁画を集めたロスコルームがある。また、企画展示は2階と3階で行われる。建物のエントランスホールである長大なタービンホールも、期間を区切った企画展示に使われている。 ヘイトモダンの特徴であるタービンホールはかつて大型発電機が置かれていた空間で建物と同じ7階分に相当する高さと3400平方メートルの面積がある。このホールでは毎年10月から3月まで現代美術家に依頼して制作されたインスタレーション作品の展示が行われる。このシリーズは最初はユニリー馬車の提供で開館から5年間の予定であったが 毎回ホールの空間全体を使った巨大な展示で人気が高いため2012年まで延長して開催されることになった。ユニリーバによるシリーズが終わった後はタービンホールはダミアンハーストの作品展示やクラフトワークのライブ会場などとして使われた。2013年テートモダンは現代自動車と契約を結びヒュンダイはテートモダンに500万ポンドを提供し、 テイトモダンは10年間にわたり、毎年1名の現代美術家に対してタービンホールで展示する、作品制作を依頼するというプログラムを継続することとなった。この支援は、一つの美術館に対するものとしては当時、イギリス最高額の支援であった。ヒュンダイシリーズは2015年10月より開始された。タービンホールで依頼作品を展示した作家は以下の通り、 帝トモダンの新館、スイッチハウス。10階建て級サウスバンク発電所の建物のうち、タービンホールより、南半分では、変電所が現在も動いているが、将来はこの部分への拡張も可能であり、地下にも拡張できるスペースが存在する。2006年にはこの変電所を運転している EDF エナジーが変電所のうち西半分を手放して、帝トに譲り、この部分には、 ウェスタンブロックという展示室ができることになった。そのうち霊界部分の一部が工術のタンクスへの通路や展示室として2012年にオープンしている。ウェスタンブロックのすぐ南側の建物外部にはヘルツオークドムーロンの設計による新館スイッチハウスが建つ。高さは64.5メートル、地上10階建て。当初は2012年に完成予定で、 ガラス張りの箱を積み上げたピラミッド状の建物が立つはずであったが論争の末、テー団モダンの建物に合わせてレンガを張った設計へと変更となった。レンガは隙間ができるように外壁に貼り付けられており、この隙間から昼は外交が館内に入り、夜は館内の明かりが外へ漏れて光が建物を包み込むようになる。 2016年6月17日にスイッチハウスがオープンした後のテートモダンは展示面積が従来の60%増となり、これまで以上にコレクションが公開できるようになった。スイッチハウスの地下には発電所用に設けられていた円形の大きな燃料タンクが3つあるが、これらも展示空間として改造され、一足は約2012年7月18日に、 タンクスという名でオープンした。各タンクはビデオアート、パフォーマンスアート、インスタレーションなどの展示に使用され、ダンスやパフォーマンスなどのライブアートへの関心の高まりに対応する。テートモダンへのアクセスはセントポール大聖堂からミレニアムブリッジを渡ってすぐ。セントポール大聖堂の近くにはロンドン地下鉄のセントポールズ駅がある。また、 地下鉄ブラックフライヤーズ駅からブラックフライヤーズ橋を渡ってテムズ南岸を歩くかサザーク駅から歩く方法もある。テムズ川を行き交う船のうちグリニッチやドックランズ行きの便は美術館横のバンクサイドピアに着岸する。バンクサイドピアにはデートブリテンとの間をシャトル運行する縦タ縦サービスもある。 美術館のすぐ横には、ウィリアム・シェイクスピアの時代の様式で、かつての場所に再建された、グローブザがある。ありがとうございます。